ワレスさんにはよく地方局テレビのですねグラフィックのお仕事をお願いしております。一度お願いしているのは実写がない部分なんですね。で実写がない部分に対してこういうことを伝えたいっていうとそれに合った的確な演出をしてくれたグラフィックを作ってくれるっていうのがとても助かってます。特にうちに一番欠けてるものは絵がないのに絵がないことを作るっていうのが今うちに一番欠けてるんですけども、こういうことを伝えたいんだっていうところだけ伝えるとじゃあこうしましょうっていう具体的な絵が出てくるっていうところが素晴らしいです。得意分野っていうことをやっぱり熟知してますよね。得意分野を伸ばしていって苦手なところはどんどんアウトソースしていく、余計なものをつけない、自分の得意なところだけパンと手短にやる、こうやってすごく企業努力をして、価格破壊じゃなくってなんて言うんでしょう、コンテンツに対する適正価格を測っていくと、あ、この値段でこのクオリティができるのねっていうことにすごくびっくりします。映像業界っていうのも今までこう機材とかそういうところで勝負してきたところってものすごく多いんですけども、これからはものすごくコンテンツの時代だと思うんですよね。ボードアレスさんの持ってるコンテンツ力っていうのは企画もそうなんですけども、商品を訴える映像で何かをこれを伝えたいんだっていうことが非常に明確なので、これからやっぱりそういう映像ってのはすごく需要があるんじゃないかなと思います。